バロリスは、フランス、プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール地域圏、アルプ・マリティーム圏のコミューン。バロリスの歴史地区は、内陸の丘の上にあり、アンティーブに近接する。市街は、現在海へ向かって伸びている。2つの村からなっており、1つは、陶器で有名なバロリス村、他方は、ゴルフ・ジュアン村という海水浴もでき、港もある村である。 鉄器時代終わりから定住が確認されている。1970年代、サンベルナール地区から青銅製ブレスレット、鉄製武器が発見された。発見の状況から、これが埋葬の副葬品なのかどうか決定ができなかった。しかしこの発掘物の様式は、鉄器時代終わりか、ケルト人のものとして扱われている。紀元前3世紀から、 紀元前二世紀に遡ることができる。アンティーブ司教が十世紀に記した文書の中に、バリス、アウレアの名で初めて現れる。後に町は、レラン修道院の領地となる。以降、1787年に、レラン修道院が世俗化されるまで、コミューンを収めたのは、修道院であった。1815年3月1日。 エルバ島から脱出したナポレオン・ボナパルトは、ジュアン湾に上陸し、バローリスに滞在した。重要な都市化事業が行われたのは19世紀後半である。中世以来の生活道路を現代に適用させるものだった。1899年にトラムが敷かれ、同年には男子校が創設された。 1908年に女子校が設置され、1919年に電気が敷かれた。1900年代にシアーニュ運河の水が引かれ、農業、特にオレンジの花やビターオレンジの栽培文化が発展した。今日でもバロリスは、収穫されたオレンジの花とビターオレンジを蒸留し、香料を抽出する国内唯一の都市である。調理用陶器製造は何、何 世紀も渡ってこの土地で育まれてきた。20世紀初頭、マシエール家と共に、それらは当時期の工房となった。19世紀後半に起きたジュアンワン沿いの集落の発展は観光の発展、そして鉄道敷設と密接に結びついている。有名人たちが丘の中原に別荘を建てた。第二次世界大戦後、バローリスの評判に惹かれて、 パブロピカソが移住してきた。その後は、シャガールや、ミロも訪れた。ジャンマレーもこの地を訪れ、そしてこの地に埋葬されている。サービス業が多い。観光業の中心は、海水浴と陶器文化に触れることである。近接するソフィアアンティポリスにある企業や研究所に経済が影響されている。歴史説でも触れたようにバロリスでは、 古くから陶器を製作していたが、一時は衰退し、存亡の危機にあった。天気は1947年、この地で、マドゥーラ洋を主催していた、陶芸家とピカソとの出会いであった。ピカソがこのマドゥーラ洋で陶器を製作し、1948年11月より、翌年にかけて、パリにおいて、陶器の展覧会を開いた。この展覧会が好評を得、 バロリスへの観光客が一気に増加したという。なお、このマドゥーラ王はその後もピカソ作品のレプリカを制作、販売する権利を有している。1950年、フランス文化施設の招きにより、日本の陶芸会が展覧会、現代日本陶芸展をフランス、パリで開いた。もともとはフランスだけでなく他の国も巡回し、開催する。 はずの展覧会であったが、その予定を取りやめて、翌年1951年に、バローリスで行うことになった。これには、ピカソの影響があったといい、バローリスでの展覧会では同時に、ピカソによる、作品40点も展示された。日本からは、北大子ロ人などの作品が出品され、高評価を得た。また、出品作品のうちいくつかは、 バローリスの美術館に寄贈された。このような縁があって、北王子ロサン人や加藤東九郎などは後年、またそれ以降もバローリスはしばしば、日本から陶芸家が訪れる土地となっている。1968年、バローリス国際陶芸美園のあれが始まった。これは2012年現在も開催されており、日本からも作品が出品されている。 バロリスで制作された陶器は、現地の土産物屋のみならず、カンヌやニースへも輸送され販売される。レマンソー通りというバロリスのメインストリートには、多くの専門店が立ち並んでおり、多彩な陶器を見つけることができる。バロリスには、ピカソ美術館があり、ピカソ作の、ボールト状の通路の壁面に描かれた壁画がある。また、この美術館前の広場にはこれも、 ピカソ作のブロンズ像、羊を抱く男が設置されている。私立マニエリ美術館は、陶器の美術館で、以上二つの美術館は、バロリス城の敷地内にある。ABCD、バロリス・バロリス。フランス観光開発機構。2013年7月28日閲覧。温泉とイ・ハビタッツ・ペルシェ・デ・アルプ、メリータイムズ。 スーラディレクションでミキールがゼンビック、アンティーブ、アプトゥカ、2004から 149P タ口 2009P26 ジーンマレ。ファインド、A グレーブ2013年7月28日閲覧。ABC タ口 2009P6ABC 安岡 1975P62AB 松井 2012P6 タ口 2009P1 タ口2009 P20 田口2009 P7 ハットエビー松井2012 P7 タウンオブクレー、バロリスゴルフジュアンオフィシャルサイト2013年7月28日閲覧作家と出品作品は松井2012ピアニッシモ25安岡1975 P63 平凡社1975 P103 ウィキメディアコモンズには バロリストーキに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。